こんにちは、週休メガネーズの川端です。今回はですね、この夏ちょっとおすすめしたい U19 の J リーガー7選ということで、7人の名前を挙げていこうかなと思います。4人目は東京ヴェルディの山本力人ですね。で、彼はもう有名人というか、去年もね、ほぼ主力で20試合以上かな、にヴェルディの試合出てますし、今更ここで取り上げなくてもというのはちょっと思ったんですけど、本当に天才的なセンスとかを持った、技術を持った選手です。特徴は何といっても左足なんですけど、ものすごいクレバーな選手なので、そっちも大きな武器ですね、脳みその部分。去年の12月にちょっと本人と話した時にも話題になったんですけど、ヴェルディでセンターバックをやったりして、もともと中盤の選手だったんですけど、ああいうサッカーの中でセンターバックこそ攻撃の起点みたいな考え方の中でセンターバックをやったりして、ですごく守備の部分が良くなったよねと。で、本人もそこはものすごい意識してたと。もともとプレービジョンがめちゃくちゃあるので、その中でこういろんな予測を立てて、守備をする。でもちろんガチンコの戦いの部分もやるようになってて、すごく良くなったし、今年も出てきた時にもすごい感じたんですけど、体もできてきました。もちろんね、J2 の本当にすごいごつい人たちに比べれば全然ですけど、でもなんか全然見劣りしない感じにはなってきて、なんか天才っていうと努力しない人みたいなイメージになっちゃいますけど、そうじゃなくてちゃんと努力を積み上げられるタイプのそういう選手ですね。代表に呼ばれた場合はボランチになると思います。代表はね、なかなかこうヴェルディで試合に出続けてることもあって、呼ばれる呼ばれないのタイミングが合わなかったり、一番いい時に怪我しちゃったりとか、いろいろあったんですけど、U17 のワールドカップの時にも1個下で彼はすごい有力な候補の一人だったんですけど、久保建英とかがいたチームの時ですね。で、あの時も、最後にこう、ちょっとのところで落とされた枠の一人です。でもその後トレーニングパートナーとして合宿に帯同したんですけど、その練習で凄まじいプレーを彼は見せるんですね。で、その辺のこの何でしょうね、こううまくいかなかった後にすごいプレーをちゃんと表現できるっていう、そのメンタリティの部分も素晴らしいなと思って、僕はU17ワールドカップ直前合宿のそのトレーニングパートナーと山本力人を見て、この選手絶対伸びるなと思ったのを覚えてます。なので、そういう、こう天才にありがちな天才に溺れるタイプではなくて、努力をプラスアルファできる選手ということで、今年もう一回ヴェルディで輝くんじゃないかなと予想してますし、今のうちに見とけという意味では、この選手も結構前から海外のクラブからも注目されているの で本人も海外志向がめちゃくちゃ強い選手なので、見とかないといなくなっちゃうぞというところもあるかなと思います。5人目は湘南ベルマーレ畑大我ですね。で、彼は今年市立船橋高校から加入してきた選手で、去年のU17ワールドカップでも、レギュラーとしてプレーしていた、そんな選手です。右サイドバックなんですけど、その前のポジションもできるし、左もやれんことはないみたいな選手ですね。もともと何て言うんでしょうかね、結構特別な筋肉を持った選手だっていうのはいろんな方が言っている通りで、速筋とチキンみたいな言い方をしますけど、その、両方を持っている選手だと。で、今水戸の監督をやってる秋葉さんは、虹色の筋肉の持ち主だねっていう話をしてました。スピードをめちゃくちゃ出せる、でなおかつ、それを持久力、持続的にも使えると。こういう選手はなかなかいない。スピードのある選手はすぐに疲れちゃうし、で逆にこう粘り強くこう何度も往復できるような運動をできる選手は、逆に足の速さがそこまでではないことが多いんですけど、そうじゃなくて両方持ってるよと。日本代表とかでいうと長友佑都選手なんかはそのタイプですね。で、そういう筋肉を持ってる選手っていうのは、現代のサイドバックで、すごく求められていて、それを持っている選手です。お父さんがなんかプロボクサーだったそうなんですけど、その家が関係してるのかちょっとわからないですが、市立船橋の練習を見に行った時もこうすごいこうシンプルな練習やってたんですよ。外周をぐるぐる回るっていう、一人だけ涼しい顔してこう
何周も何周も追い抜いてっちゃうし、しかもランニングフォームがね全然乱れない、これはすごいなと思いました。でそういうこうなんか走る部分の能力は元から持ってますね。すごいこう練習の虫で、練習大好きで、逆に練習しすぎちゃってね怪我をしちゃったこともあって、周りがこうお前は練習しないようにしろと、まあ、代表初めて呼ばれた時はこうビルドアップの部分とかこう細かいその技術的な部分ですね、要求される技術的戦術的な部分がうまく表現できなかった。で正直 あんまフィットしなかったんです。最初は森山監督もこれは難しいんじゃないかと思ったらしいんですけど、次に呼んでみたらもうすごいそこを整理して修正してやってて、あれなんか良くなったなと、じゃあもう一回呼んでみようって呼んでみたらまた良くなったなという感じで、徐々に徐々にこう改善される。でそれは本当にそういう成長していく姿勢、マインド向上心みたいなところと、まあ、本人のねその多分チーム離れた後も自分はどうすればいいかってことを市船に戻ってからも考えてやってた部分がうまく表現されたのかなと思います。アンダーセブンディーワールドカップでも、そういう部分は出せたかなと思いますし、で同時にまだまだ足りないなっていう課題も本人はめちゃくちゃ感じてたみたいなので、次のアンダー20ワールドカップ当然出たいという気持ちもあると思うので、まあ、その意味でも J リーグで結果出せるかどうか、でベルマーレでさあどうするっていうところを見せてほしいなと思います。6人目、武田英寿ですね、浦和レッズの選手です、ね、今年青森山田高校から浦和に加入してきました。英寿っていう名前は僕らの世代にとっては中田英寿っていう強烈なスター選手ですねの名前を想起させるんですが、まあ、実際そこから名前は取られたそうで、まあ、ご両親ともサッカーファンだった関係で、まあ、ああいう選手にという願いを込めて付けられた結果、本人も同じミッドフィルダーとしてこうプロになったと。まあ、ただプレースタイル的にはそんなに中田英寿には似てないかなという感じですけども、まあ左利きのトップ下っぽいボランチっぽい、まあサイドもできるみたいな選手です。で、まあ、代表ではボランチが多くて、青森山田ではインサイドハーフやってました。レッズで出るならもしかすると右サイドかもなという感じですね。左足のキックが良くて決定的な仕事ができるっていうのもそうですけど、まあ、結構頑張れる選手なので、大月さんの下で、守備の部分、まあ、ちょっと課題はあったのでそこを磨いているっていう感じですね。この前の U19 代表合宿でもやっぱ攻守の切り替えとかすごく良くなったんじゃないかなという印象もあり、でボランチの位置で影山さんは結構こう縦に出ていけるみたいな動きを求めてるんですけど、そういう部分も出せる選手ですが、もともとは全然走れない選手だったんですよ。で青森山田中の時もこう華奢なテクニシャンという感じで、当時の周りの評価的にもそこまで上に行く選手とは思わなかったという声がみんな聞かれますし、まあ、実際そんな感じだったと思うんですけど、こう言ってもう食事の改善もしたらしいんですが、まあ、そこからすごくこう、あ、そうですね、ちょっとね偏食だったっていう部分はこうなんか中田英寿に似てるなと思ったんですけど、そういうところからやってって、ですごいこうむしろね3年生の時は運動量がむしろ売りじゃないかっていうぐらいの選手になってました。自分を変えていくとかそういう努力のマインドを持ってる選手なので、ここからプロ入って、多分相当苦労してると思うんですけど、苦労してる中でこうなんかどっか行ってこうきっかけ掴んで羽ばたいてほしいなという選手ですね。最後大鳥7番目、松岡大輝ですね。佐賀の鳥栖の選手です。まあ、今年先発でもう試合に出てるので、あの選手ねとイメージできる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、元々はソレッソ熊本っていう、セレッソじゃない、ソレッソ熊本っていう、熊本のチームでずっと育っていた選手で、まあ、小学校の時から結構有名だったんですけど、ソレッソっていうのはイタリア語で何だっけな、笑顔だっけな、笑顔とかそういう意味のチーム、そういうユニークなチームで育っ
伸び伸び育ってきたっていう感じの選手で、高校からサガン鳥栖のユースに入りました。サガン鳥栖のアンダー18は今あの寮もあってすごくいろんなところから選手が集まるようになってめちゃくちゃ強くなってるんですけど、その中で伸びてきた選手の一人ですね。で、あの去年の天皇杯でもデビューを飾って、その後トゥーロンの国際大会で森保監督の率いる五輪代表チームの方にも呼ばれてます。その時も、やっぱ印象的だったのは、物怖じしない。普通4歳飛び級は結構きついんですけど、なかなかそういう部分を感じさせない。で、強気のプレー選択ができるんですね。で、印象的だったのはやっぱバックラインから作っていくっていうのをすごく意識させていた大会だったんですが、ボランチで出た松岡に入ると松岡が前を向くんですよ。で、前を向くで、あの相手のすごい大男が詰めてくるんでプレッシャーは絶対感じるんですけど、そういう中でも前向いてボール運ぶぞっていう、これが俺の持ち味だぞっていうのを出そうっていうのを見せてくれてたんで、うわこいつ面白いなと思ったのを覚えてますね。そういう、なんでしょうね、彼の年上にポンとなんか入れられても全然関係ねえよ、物おじせずやっちゃうよっていうところは、今まさにサガン鳥栖でトップチームで出られるようになってからもすごい出てるのかなと思います。もちろんね、技術があるっていうのはまず大前提で持っていて、で、あるんですけど、やっぱそういうメンタリティの部分がすごいこう面白い選手ですし、こう魅力になってんじゃないかなと思います。その中で、プラスアルファ運動量とかハードワークとかそういう部分も欲求されて、で、だんだん良くなってきているという過程のある選手かなと思いますね。多分アンダー19代表では、ボランチかなと、ボランチで起用されるかなと思うんですけど、多分苦しい大会になるであろうアジア予選で、彼みたいな選手が引っ張っていってほしいし、引っ張っていってくれるだろうなと期待しているところです。そんなわけで、この夏おすすめの U19J リーガー 7選という形で、お届けしましたけど、なんで7人なんだというツッコミもあるでしょうし、どう考えても8人目以降もっと注目の選手いっぱいいるじゃないかというツッコミはもう甘んじて受けるというか、僕もそうだと思ってるので、ここにね入らなかった選手たちもいっぱい面白い選手がユニークなやつらがいっぱいいますんで、そういう選手もこう、J リーグ見てればね、今どの試合見てもだいたい1人は U19 年代の選手出てるかなというぐらいの勢いがあるので、そういう選手たちを逆に、ね、見つける楽しみみたいなのも、ぜひやってほしいなと思いますし、川端ふざけんなこいつを忘れてるぞみたいなプレーを、圧倒的なプレーを見せてくれる選手が出てきたら、それはむしろ僕は嬉しいなと。